エリアス・カチュンガは、ドイツノルト・ベスト・ファー・レンシュハーン出身のプロサッカー選手。コンゴ民主共和国代表、ボルトン・ワンダラーズ FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー。コンゴ人の父とドイツ人の母との間に生まれた。ボルシア・メンヒ・エングラート・バッハのユースチームで育成されたが、トップチームでの出番はなく、レンタルブラシが続き、最終的に、 SC パーダーボルンでナ7に完全移籍した。2014から15シーズン終了後、パーダーボルンが2、ブンデスリーガに降格したため、FC インゴルシュタットレイヨンに移籍。移籍金は、クラブ史上最高額の170万ユーロ。2016年6月、フットボールリーグチャンピオンシップのハダースフィールドタウン、FC に買取オプション付きのレンタルで移籍した。加入後初出場となった。 ブレントフォード FC 戦でいきなりゴールを挙げると最終的に12ゴールを記録した。2017年3月、ハダースフィールドが買取オプションを行使し完全移籍に移行した。2020年9月、シェフィールドウェンズデー FC にフリーで加入。2021年8月6日、ボルトンワンダラーズ FC に加入。U19 及び U21 ドイツ代表歴がある。 A 代表は、父の祖国である、コンゴ民主共和国を選び、2017年3月のケニア戦で初キャップ。ありがとうございます。